当にその復興に真面目に取り組んでいただくんだったら、まあ、ある意味証明してみるみたいな感じで言われて、盆踊りが実行できないかもしれない、そんなのから我々の活動が始まって、なんか全然コンサルティングでも何でもないんだけどさ、踊ったんですね。再生可能エネルギーっていうのの、まあ、もともとここは宝庫なの。レトロフィットって言い方するんですけど、その町のもともとの歴史とか文化を大切にした上でスマートコミュニティにしていく、スマートシティに。現地の人と本当にコラボレーションしながらいいものをどんどんこう育てていく。個人的にも私今48なので、だから最後の仕事だと思ってここをやってるんですけど、本当に集大成をやりたい場所ですね、ここはね。会津の漆で日本を金継ぐっていうのが我々のビジョンなので元に戻すんじゃなくて、さらにいいものに必ずする。